痛いなぁ、もう。痛いなぁ、もう。いや、もうどっちも痛い。もうよくわかんない。はい。あ、そうだなぁ、はい。左の方が痛いですか、ね、痛いです、もう。はい。はい、痛すぎて、ムカついてきちゃう。あ、治った。はい、全然痛くない。はい。ですね。はい。全然痛くない。はい。あ、全然痛くない。はい。全然痛くない。ちょっと、こっちと。うん。ムカつく痛みはないですかね。ムカつかないです。ありがとうございます。岡村さんにいらしていただきましてありがとうございます。お願いします、はい、よろしくお願いします。今日今気になるところはどこでしょうか。まあ前回腰が気になってたんですけど、はいはいはい、あの最近夏でバイクを運転するんで、はいはいはい、割とちょっと肩が凝るんですよね。あ、はい、バイクの運転ですね、はい、肩のどの辺どういう風にっていうのありますか。この辺、はいはいはい、ちょうどこの上のところにありますか。はい、かしこまりました。あ、はい、何でもないです。あ、大丈夫ですか。なんかあったりしてください。当たったなと思って。何が当たったんですか。あの凝りに当たったって。ああ、今、はい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 、はい、はい、このちょうど今当たってた。そうですね、ところが、はい、はい、ここを押されると腰が痛いです。はいはいはい、腰にちょっと響く感じがします。響く感じがあるんですね。それって、はい、あの一部始終そんな感じですか。それとも最初はそういう感じが強いけれども、うん、やっていくうちに気にならなくなりますか。やっていくうちにずれていく、はい、あ、場所が変わっていく感じですか。はい、はい、なるほど。あ、はい、はい、あ、大丈夫ですか。まあちょっとやっぱこう今までにちょっと故障されたことがあるとか、はい、はい、ちょっとこれが強い方ですと、そういうここを押されるとここが痛いとかここに響くとかってよくあることなんですけど、うん、あの悪い反応ではないので、うんうん、あのそうですね、あの心配したりすることはないかなと思うんですけど、はいはい、嫌な感じでありますか。まあそうですね、なんか嫌な感じというか凝ってるっていうか、はい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 、張ってるのかなっていう感じなので、そうですね、嫌な感じというか違和感、はい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 、でそこは やらないでほしいっていう感じとは違いますよね。ちょっとチェックしていきますね。お願いします。はい、いって痛い、いって、はい、ちょっと待って、痛いですね、痛い、はい、痛いですね、はい、あ、まあ痛いですけど、はい、右の方が痛い、痛い、うん、はいはい、ちょっと待って、はい、はい、うん、右のこの辺が痛いってことですね。そうですね、はい、左、あ、まあ、痛いけど我慢できる、そこまでではない、はい、はい、首の方見ますね。あ、なるほど、はい、はい、あ、いいですか、はい、はい、いきますね。あ、はい、あ、痛い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 、すごい痛い、はい、はい、あ、痛い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 、はい、どっちも結構痛いって感じですね。あ、そうですね、はい、はい、より痛いっていうのあります。いや、右の方が痛い、右の方が首も痛かった、はい、はい、すいません、じゃあ、進んでいきますね。左ですね。はい。痛っ。結構痛い。ああ、そうですね。割と、ああ、痛い。うん、なんかちょっとこう、はい、土日の疲れが溜まってる感じ。ああ、なるほど。で、右ですね。はい、ああ、結構こちらも痛い。うん、まあ、はい、うん、痛気持ちぐらいですね。痛気持ちぐらい。はい、左の方が痛かったですか。左の方が痛かったですね。はい、どっちかといえば。はい。片首でも今あれでしたっけ、右の方が痛かったですよね。はい、ですよね、はい、肩とかもあるので見ますね。気持ちいいですよね、はい、そんなに大きく差はない感じですかね。そうですね、はい、血が流れた感じですね。ああ、今だとちょっと
そんなに左か右かって感じではないですか。うん、はい、あ、お、痛い、はい。左ですね。左が痛い。はい、やっぱり左の方が痛いですか。うん、もう一回ちょっとすいませんね。はい、痛いと思うんですけど。ああはい。ああはいはい。痛い。痛い。うん、はい。はい、ああそう痛い痛いなもう。結構怒ってますよね。痛いなもう。はい。今も右のが痛かったですか。いやもうどっちも痛い。もうよくわかんない。はい。わかんない。ちょっともしかすると左なのかなって。あそうだ、あはい。左のが痛いですか、ね。痛いですもう。はい。投げやりにならないでください。はい、痛すぎてムカついてきちゃう。怒んないでください。左の方が痛そうですね。ちょっと足も左でしたし。はい、今もう一回確認したらちょっと左っぽかったので、あ、本当ですか、はい、左ですいません、やっていきます、はい、両手をベッドの上に乗せていただいていいですか。はい、はい、ありがとうございます。こっち来てくださいね。なんか押された時に、はい、なんかコリというかなんかチクチクみたいな、はい、チクチクに似てるような痛みがあるんですけど、はい、それはコリですか？はいはい、チクチクだとちょっと神経痛的なものがあるかもしれないですね。うん、凝っててもコリやすかったりはありますので。
コリが無関係ではないと思いますけど、骨は弱いとこはないですよね。骨は弱くないですけど、はい、一回鎖骨を折ったことあります。あ、そうですか。ちょっとあの今こうやってる部位が、うん、部位、焼肉みたいな言い方しますね、うん、背骨の上になるので、はい、うん、まあ30代なのでないと思うんですけど、うん、骨粗しょう症の人もちょっとそのチクチクするみたいなことは感じると言われてるので、はい、なるほど、はい、まあ、ひょっとしたら、こっち何度行っちゃったんですか。バイクで転んだんです。あ、バイクやっぱ危ないですね、うん、あのブレーキと減速のクラッチ間違えちゃう、はい、怖いですね。目が覚めたら救急車の中でした。よかったですね、生きてて、はい、本当でも危険ですね。はい、ここさっきすごく痛かったところですね、はい、全然痛くない、はい、こっち、あ、全然痛くない、はい、全然痛くない。はい、首見ますね、こっちとこっちと、うん、若干首は少し、まあ、この辺は痛いですかね、うん、ムカつく痛みはないですかね。ムカつかないです、ありがとうございます。はい、ふくらはぎも見ますね。さっきまあこれこういう感じで、うん、はい、やってましたが、どうでしょうか。全然痛くないですね、はい、まあ、痛気持ちいいぐらい、痛気持ちいいぐらいの、うん、はい、うん、じゃあ腕楽に下ろしていただいていいですよ、はい、すいません。ほぐしてもらうっていうのは、はい、大事ですよね。大事ですね、本当そう思います。全然違いますもん、はい、やってもらってて、やってもらうのと、はい、自分でストレッチするの、はい、やっぱり人にやってもらうのが、はい、そうですね、効果が高いですね、うん。